てくれる？ちょっと待ってて。お待たせ。お茶を入れてみたの。何変な顔しているのよ。状態異常系の毒物なんて入れてないわよ。だったら何を。手伝ってもらうんだからこれくらいのもてなしは当然よ。今日はお茶の分まで働いてもらうからね。なんでもない。ただね、こんな毎日も楽しいなーって思っただけ。改めてスキル上げに付き合ってもらうわよ。今日は結構手応えありって感じね。まだまだね。今作ったこの武器も以前の私なら売り物にしないレベル。じゃあキリトはこの武器を使いたい？命のかかった戦いの時に？だからまだまだなの。私はキリトの剣を作りたいのよ。そのレベルに達するまで頑張らないと。え？それはあんたの戦力が上がれば攻略も進みやすくなるでしょ。みんなのためになるってわけよ。そうそう、しっかり手伝い頼むわよ。とは言ったものの、今日はこのくらいにして仕事に戻らないと。またの機会にしましょう。またちゃんと来てよね。うん、またね、キリト。
リーファとシノンにアインクラッドのことを教えてあげているところなのよ。で、アインクラッドでの食べ物は脂肪にはならないというわけ。それでいくら食べても太らないと。ダイエットにはもってこいだよね。食べ物も大事な話の一つだよ。この世界の数少ない楽しみの一つなんでしょ。種類は少し不足気味だけど、それでも美味しい食べ物はいっぱいあるわ。料理スキルを上げてる人に食材を渡してオリジナルの料理を作ってもらうのもいいですよね。NPC の店で売ってない味は貴重ですもん。料理なら私に任せてね。どんな食材でも美味しく調理してあげる。それはちょっと楽しみかも。でも下の層にも行ければもっといろんな食材とか集まるんだけどね。そうなんですか。どうせこの世界に来たんだったら下の方もどんなところなのか知りたかったな。上の層にも美味しい食べ物がきっとたくさんありますよ。私が食べ物だけを楽しみにしてるみたいに聞こえる。違います。でも下の層か、いいところもいっぱいあったわよね。とても綺麗でした。それって61層のセレムブルグのことだね。私の家があったところだよ。あそこは楽しめそうな場所なんかないんじゃない。ちょっと治安が悪そうだし。でも治安が悪いって言っても町の中は安全だって言ってなかった。町の中はアンチクリミナルコード有効圏内、通称圏内って言って。他のプレイヤーを傷つけたりはシステム的に不可能なんだけど、それでも抜け道があったりするの。例えば寝ている人の手を操ってアイテムを勝手にトレードしちゃったりだとか。
話だと、勝手に完全決着デュエルを申し込んで寝ている相手を殺すなんてこともできるね。なるほどね。人間がやることなんてどこも同じってことね。まあそんなことするのは一部の人間だけよ。もちろん用心はしないといけないけど、ずっと気を張り詰めていてもめいっちゃうだけだしね。これから先にも楽しいことなんかがたっぷりあるわよ。そうだね、楽しめるところは楽しんでいきましょう。まずは料理かしらね。いいわよ、この世界のいいところを存分に味わわせてあげるわ。いらっしゃい。マイダーリー。Thank you.
よう